皆さんこんにちは、古川光です。今回は元プロサッカー選手の村山祐介さんにお越しいただきました。こんにちは、村山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速いろいろ聞いていきましょう。はい、お願いします。まず村山さん、サッカーの経歴、はい、軽くお話しいただいてもいいですか。私は今年39なんですが、今から16年前、2004年の2月にですね、はい、湘南ベルマーレ、当時 J2 だったんですけど、そこに入団しまして、そこで4年半在籍をして、2007年の8月に当時 J1 で、今は J2 なんですが、当時 J1 のオーミアルディージャにレンタル移籍という形で入りまして、そこでアルディージャを2年半在籍しまして、その後大分トルニータで1年間通道をして、2010年引退っていう形です。ざっくり言うとこんな感じです。そもそも一番最初プロになるきっかけっていうのはどういう感じだったんですか。もともと小学校6年の時に J リーグ開幕して、そこからもずっとプロになりたいなとは思ってたんですけど、やっぱりちょうど僕ヒカルさんと同い年じゃないですか。確かにそうなんです。そうなんです、実は一緒の同い年なんです。同い年なんですけど、もう当時ヴェルディがすごい強くて。そうですよね、ヴェルディ入りたくて。キングカズ、ラモス、ね、ラモス、北澤選手さんとか、池田さんとかね、柱谷哲司さん、名だたるスーパープレイヤーですよね。そうです、そういう人たちを、まあ、僕も見ていて、で僕地元が静岡県なので、清水エスパルスが、まあ、近くにはあって、まあ、そんな環境で育ったので、僕も当然プロになりたいと思ってずっとやっていまして、プロになった経緯は、大学3年の時に湘南ベルマーレから最初オファーが、オファー来たんですね。大学3年生の時に、はい、どんな話ですか。興味があるっていうレベルだったんで、オファーっていうよりは、まあその村山に興味があるぞっていうのを大学の時に、その時の監督さんに言われて、でそこで初めて意識をしたんですね。プロになれるかもしれないと思って、それで6月に当時 J1 だったベガルタ仙台から練習参加のオファーが、そういうのもあるんですね。あるんですよ。練習来ないかっていう、来ないかで練習参加に行くことになって、そこからもうベルマーレとベガルタどっちに行こうかなってい う、 もう両方練習参加して、当時 J2 のベルマーレと J1 のベガルタだったんですけど、結果的に僕 J2 のベルマーレに。それはなんでですか。それはですね、高校の時にジュビロ磐田のユースだったんですけど、はい、その監督さんが実はベルマーレのコーチやってたんですよ。やってたというか、やるっていう風になってて、次の年コーチやってた方も、もともと僕が1年生の時のコーチだったんで、僕を知ってる人がコーチで監督とかでいる方がプロとしてちょっと有利なんじゃないかっていう、ちょっとこう浅ましい。なるほどね。まあ、はい、確かに。ちょっと出られるんじゃないか試合にって思ったのがやっぱきっかけ で、大学の頃から頭いいですね。そんなことないですよ。そんなことないです。でそもそも僕ジュビロのユースだったんですけど、当時のジュビロっていうのが黄金時代か、すごいですよ。中山さんやら七海さんやら田中真子さんやらっていうことで、代表経験者ばっかりだったんですよ。そうですよね。で僕はもうトップに上がれなくて、それがあって大学行ったっていうのがあるんですけど、高校のいわゆるクラブチームというか、はい、そのユースですよね、と高校サッカー、どうですか。そうですね、僕はもう正直ずっと高校サッカー行きたかったんですよ。あ、そうなんですね、はい、それは何でですか。やっぱさっきも言ったんですけど、静岡県の出身なんですけど、当時やっぱり清水商業とか、静岡学園とか藤田東とか、清水東もそうですけど、有名なところが、まあ、選手権に出たらスターになれるって勝手に思ってたので。いや、スターですよね。やっぱりモテるでしょうしね。それはもうモテたいって思ってたし、多分僕清少に行くんだろうなって勝手に思ってたんですけど、当時そうですね、中3の頃にですね、ちょうど僕が選抜、東海選抜っていう、この県をまたいで今度は東海4県の選抜チームがあったんですけど、そこに選ばれた時に、その監督さんがジュビロの監督やってたんですよ。兼任されてて、やっぱ当時クラブユースの出身の子ってめちゃくちゃうまいんですよ。エスパルスの選手とかジュビロの選手とかで、僕当時中学校の選手だったんですけど、中大連の選手だったんですけど、このままじゃ負けるなと思って。レベル高いんですか。レベル高い、今もきっと高いんでしょうけど、で僕もその環境に身を置きたいと思って、中学1年2年までは部活動だったんですけど、3年の時にジュビロのジュニアユースに入れたんですね。それは試験かなんかあるんですか。なかったです。わ、ないんです、ね、ないっていうの、本当は試験あるんですよ。ですけど僕中3になるタイミングで、その監督さんにジュビロに入りたいんですけどって、直談判したんですね、そしたら、じゃあちょっとスカウトに言っとくって言われて、で練習参加しろって、春休みですね、春休み2回ぐらい参加したら、じゃあ4月から来ていいよって言われて、多分今思えばそんなこと多分できないはずなんですよ。そうなんです。まあ言ってみるもんだなと思って
そこからジュビロの下部組織に入って、中3で入って、でユースもそのまま上がれて、それでプロ目指してたんですけど、先ほど言ったようにやっぱ黄金時代だったんで上がれずに、結局大学進学をして再度もう一回プロ目指すっていう道になりました。大学は受験で行くんですか？大学はみんなそれぞれ目標というか行きたいところがあると思うんですけど、僕当時順天堂大学行きたかったんですよ。教育系ですかね、まあ、有名なところで言うとね。なんでって言われたらこれもまた単純なんですけど、当時ジュビロに在籍されてた七海博さんとか、あとは川口信夫さんって方がいるんですけど、お二人とも順天堂大学出身なんですよ。それもあって順天堂大学っていう大学を僕は知ってただけっていうでスポーツ健康科学部っていうスポーツに特化した学部があるっていうのを知ったので、あ、なんか楽しそうだな、なんか将来的にはスポーツに関わる仕事をしたいなっていう思いがあって、順天堂大学行きたいって勝手に思ってたんですけど、賢いと思うじゃないですか、でも僕何も知らなかったんですよ。っていうのは？というのはもうお金がかかる、私立だし、私立だし順天堂大学行きたいんだってことを親に言ったら、まあ、ちょっと顔が曇るわけですよ。今は僕もだいぶ年取ってきたんで、大学ってこれぐらいかかるって分かるんですけど、当時子供だし分かんなくて、で親に言ったところ、うーん、ちょっと私立だからなみたいな、行きたいのが行かせたいんだけどなみたいなことを言われた記憶があって、で結果的にその僕国士舘大学に入学するんですけど、国士舘大学の監督さんが直々に静岡まで、いらして、来年うちにどうだっていう風に言っていただいたんですよ。しかも授業料を免除した。うおー、すごい特待生ってやつですね。特待生で、本当僕今でも忘れないんですけど、掛川グランドホテルのカフェにわざわざあのもう本当はドンって言われる、もうご存知の方はもうみんな名前知ってるぐらいの大御所がいるんですけど、その監督さんが直々にいらしたってことで、相当僕もですね、ちょっと舞い上がったとか、親も舞い上がりまして、いけいけなんですね、顔を曇ってたはずなのにみたいな。でここだったら、まあ、授業料も、まあ、安くできるし、まあ、いいんじゃないかってこと で調べたら、まあ、その高校教師、あとは中学か、体育教師の免許も取れるっていうふうにもなったので、あ、これはじゃあもしプロになったとしてもならなかったとしても教員免許を生かした仕事に就けばいいんじゃないかなっていうのが最終的にあって、それで国士舘大学に。なるほどな、はい、そのやっぱりその頃からこう A プラン、プロ、B プラン、教育みたいな。そうですね、賢いですよやっぱり。なんなんでしょうね、昔は保険をかけるじゃないですけど、逃げ道を作るのはあんまり良くないみたいな風潮が当時はあったんですよ。本気で行けと、本気で行けって、本当にプロになりたいと思ってんだったらそんな逃げ道作るなみたいな。ですけどちょっと僕はやっぱ親にもちょっと迷惑かけたくなかったんで、一応もうプロになれなかったとか、なれないと思って半分思ってたんで、なれるとっていうふうにも思ってなかったんで、ちょっと自信なかったんですよ当時。そうなんですね。めちゃくちゃうまいやつらばっかり見てきちゃったから、見てきてるんで、まさか実力的にも僕そんなに足元うまくないですし、特別じゃあ足速かったかってそうでもなかったんで、本当に慣れたのも本当に周りに恵まれてましたね今思えば。こんな形で大学で4年間頑張って、まあさっきもちょっとつながるんですけど、オファーが来た時はすごい嬉しかったです。まあ、来るか来ないか、まあ、そこまで当時も自信はなかった。自信はなかったですね。まあその根拠のないこう自信は少しはあったんですけど、慣れるんじゃないかみたいな、だけど絶対慣れるっていうふうには思わなかった。そうなんですね。でもそうやって2チームから練習参加なりオファーなりのお話が来たと。そうですね、はい、それは何で来たと思います？何で来たんでしょうね。そのカリスマだからですか？そんなことないですそうですね、まあ、僕当時ヘディングめちゃくちゃ強くて、はい、一芸に秀でてたっていうのはあるかもしれないです。ああ一芸ね、はい、一芸大事なんですね。今はもうあんまり飛べないんですけど、当時もう本当にヘディングが得意すぎて、得意すぎてというか得意すぎる、ある監督というかですね、僕当時大宮アルディージャっていうチームにも所属してた時に、後のアルディージャの監督になった渋谷さんっていう方がいるんですね、はい、その渋谷さん、渋谷コーチに、村はヘディングだけだったら日本代表になれるっていうぐらい、そう、お褒めの言葉いただくぐらいヘディング得意だったんですよ。アジアの大将高木さんみたいな高木さんみたいなそれぐらい得意だったんですけど、得意、まあ、アマチュアの時代は生きてきたみたいな、はい、生き残ってきたっていう形だったんですけど、まあ、プロでなかなかヘディングを見せつける機会っていうのはあんまりなかったですね。それほどやっぱりこうプロの世界でしのぎを削っている人たちって何かすごいものを持っている人たちが多いので、その中で戦っていくってすごい大変でした、はい、本当にね、一流の人が集まって、本当に一流の中の一流が集まって、そこでまたこうしのぎを削って、残った一流だけがまた代表になるっていう、そうですね、すごい世界ですよ、ね、そうだったですね。本
当衝撃、もう練習参加した時も大学生の時にあレベル違うなと思いましたね。本当に地域で一番、中学校で一番、その市で一番、県で一番、そんな人たちが集まるんですよね。そうですね、パスのスピードとかコントロールとかも全部やっぱレベルが違うんですよね、アマチュアとは。これ結構やってる人だったらなんとなくその感覚って分かるかもしれないですけど、深田さん野球やってたじゃないですか。野球ですね。その時にこう1個レベルの上の人たちとやる時にボールこう投げるじゃないですか、キャッチボールするじゃないですか、その軌道とかなんかボールの球筋とかなんか違うなって感じません？いや違いますよ、やっぱりあのプロに入ったピッチャー、その高校時代に対戦するとこう投げて変化球とかやっぱ消えるんですよね。絶対こんなの打てるわけね、伸びが違ったりとかバンとくるし、その感覚が多分サッカーにも同じようにあって、本当パスのその質だったりとか、あとはこのボールの軌道とかも体感すると全然違うんです。まあ見てるとJリーグこんなもんかって思う人もいるかもしれないですけど、後半なんかもみんな疲れてザラザラしてんじゃねみたいな走れなんつってね思うと思うんですけど、あれ実際練習とか入って自分がこのグラウンド目線で体感すると全然違います。そうですよね、スピード感とかやっぱ、あとは判断の速さがやっぱ J1 っていうかその上のレベルとやっぱ差があるので、技術は正直そんな大差ないですよ。あ、そうなんですか。上と下だと、やっぱ何が決定的に違うかってやっぱ頭判断力、この時はこういうコントロールしようとかっていうのをもちろん裏付けされた技術がありますけど、やっぱりそこにこうしようっていうのをやっぱ思ったものを体現できるその技術っていうのもやっぱ必要だし、深いな、深いですね、ちょっとそこを語ると。いやすごいな、やっぱりこう経験してる人だから分かることですよね。まあ、僕もね、あのボクシングとかキックボクシングもやってたんですけど、試合中ね、やっぱりもうヤジとかすごいわけですよ。ーガード上げろとかね、そんなのもかわせねえのかとかね、お前やってみろみたいなね、やってみろって、まあ、思いますけど、でもやっぱり見てる方は、僕も後からやっぱビデオとかで振り返ると、確かにこの動きちょっとなんでこんな動きしたんだろうってやっぱ思いますもんね、後から振り返ると。本人はね、その時ベストを尽くしてるんですけどね、必死なんですけどね。その中で一番輝いてた時期というか、一番俺調子良かったっていう時期ってどこですか？そうですね、2007年に大宮アルディージャに移籍をして、でその時のアルディージャっていうのが、まあ、J1 にいたんですけど、下から2番目だったんですよ。J1 ギリギリ、ギリギリ残留争いをしていた時期で、そんな時に僕が呼ばれたんですね。まあ、最初出れなかったんですけど、最終的に残り5試合、6試合ぐらいですかね、出れて残留まで勝ち取れたんですね。でその次のシーズン、2008年シーズンはもう J1 でも本当に20何試合シーズン通して、出ることができたので、 その時期が、一番自分のサッカー人生のキャリアにおいては一番輝いていた時期かなと思ってます。当時は僕坊主にしてて、もう本当にイケメンなのに、まあ、イケメンだからこそ通用する坊主っていうね。いやいやいや、そんなことないですけど当時の僕はちょっと近寄りがたいぐらいなんかトゲトゲしいというか、尖ってましたね。なんで尖ったんですかね調子こいてたんですかね変なプライドみたいなのがありましたね、サッカー選手やってる時は。まあ、特に J1 だし、 J1 だし、なんかこうこんなふんぞり返ってはいないですけど、なんかちょっと自分は特別なんじゃないかっていう、まあ、少しおごりが少しありました。まだ若いですからね。その時何歳ですか？26とか7とかですね。そんな若いっていうわけでもないんですけど、いやいや、一般的にしたら社会人になって3、4年ですか？3、4年ですね、ここである程度、まあ、J1 に移籍して、でこれちょっと陽介くんの回でも出たと思うんですけど、ね、お給料っていうか勝利給とかでも見たこともないような数字というか、そうですね、今までからすると、まあ、そういうのを稼いでちょっとお金の使い方もちょっと失敗したなっていうことがたくさんあったりとか。25、6でお金のことしっかりしろっていう方は難しい気もしますけどね。そう、入ったら入った分だけ使うような、そんなやんちゃな使い方してましたね。まあ、どうせ来年稼げるしみたいな、稼げるしって、1試合勝ったらもう取り返せるしぐらいな、なんか残念な子でしたね、今思えば。いやいや、まあ、でもみんなそうですからね、まあ、それをまた糧にね、頑張ってこう活躍していくっていうこともありますからね。その時どんな生活だったんですか？そうですね、その時は生活自体でいうと、これサッカー選手時代はもうほぼ一緒なんですけど、まあ、大体午前中練習があるんですよ。でその午前中の練習が終わるとお昼ぐらい、もうこれぐらいからずっとフリーで、練習2時間とかですもんね。そうです、大体2時間ぐらいで終わってしまって、あとはケアがある人はもうトレーナーさんのところに行ってケアしてもらって、あと自分で何か補強したりとか、あの筋トレしたりする人はやってましたけど、僕正直あんまやってなかったんですよ。これさっきちょっと撮影の前にもちょっと話したことなんですけど、もっとやっときゃよかったなって。その時に、その時にもっとサッカーに向き合って
自分の体作ったりとか技術高めたりとか、うん、もっと研究したりしとけばなっていうのはすごい今思いますね。時代が今と違うっていうね時も、うん、こともありますけどね、うん、今の子たちは本当にすごく目標値が高いというか、そうですね、海外で活躍するとか、うん、なんならワールドカップ優勝みたいな。そうですね、昔の僕らがその若い頃、うん、ワールドカップ出るのがまずすごかったです、うん、すごかったですね、うん、そもそも J リーグに入るところがゴール で、まあ、なんとなくうまくいってワールドカップ出れたらいいなみたいな方が多かったじゃないですか。そうですね、だから今の子たちって本当にもうそういうデータとか、うん、自分で分析したりとか、うん、もういろんなこうツールを使って自分の目標を立てて、うん、それに向かって努力するっていうことが、まあ、できてると思うんですけど、うん、まあ、昔もできなくはなかったんでしょうけど、うん、それやってる人の方が少なかったですよね今思うと。周りで一番そういうの頑張ってた人って誰かいました？僕のチームメイトとかで言うと、これも陽介も知ってると思うんですけど、鳩さん、鳩康弘さんとかは、うん、もう本当に練習が例えば10時からだとしたら、もう1時間前にはクラブハウス、1時間半前かな、うん、それぐらいに来てもうストレッチやって補強してっていうのを毎日やっていて、鳩さんはもう練習終わってからもすごいケアをしっかりしてる人で、ね、これはもうプロになってるからには当たり前だみたいなことを常におっしゃっていて、うん、あとはですね、練習終わりに必ずランニングする選手、まあ、藤本チカラさんっていうのも今引退されてるんですけど、うん、この方も、まあ、練習終わり必ずグラウンドクールダウンでやっていて、そこについていく若手もいたんですね、うん、でその選手全然出れなかったんですけど、うん、大宮では、うん、未だにプロで頑張ってます。庭大輝っていう選手なんですけど、あれは大宮来たけど全然出れなかったんですけど、福岡にレンタルで行ってそこでまた活躍して、今度ガンバ戻ってガンバでも活躍して、で結果長くまだプレーしてるので、なるほど、やっぱそういう、こう先輩のいいところを見習ってついてってる選手は残ってます。才能はみんなあるから、はい、結局入ってから何をやるか、そうですね、ここが重要なんでしょうね。で僕はそれを見てただけだった。見てどう思ったんですか？見て俺もやろうかな、やろうかなっていうか、僕はその時はですよ、まあ、出てたしいっかってちょっと思ったんですよ。なるほどなるほど、はい、調整の方が大事だよと、調整の方が大事だなと思って、結構あと怪我に強かったので、うん、一切怪我しなかったんですよ、ほぼほぼ。それも才能ですからねなので大丈夫かなと思ってあんまり何もしなかったっていうのもいけなくて、結果、うん、ただ僕29、30年ですかね引退したんですけど、まあ、今思えばもっとやっておけなかったなっていう思いがすごい強いです。それがなかなかその時できなかったっていうのはやっぱりこう現状に満足してたとか、うん、そういう部分なんですかね。そうですね、まあ、もっと仮に高い目標があって、はい、もっと目指しているものがあれば多分やってたのかもしれない、かもしれない。その時は後悔してないって思ってたんですけど、うん、辞めた時、うん、もう引退したのは今から10年前になるんですけど、うん、でもやっぱ時間が経つにつれて僕の仲間がまだプレーしてたりするんですけど、後輩とかも、うん、やっぱそういうの見るたんびに俺もっとできたんじゃないかなって思う時もあります今。ぜひ若い選手とかね、はい、今何か頑張ってる人は後で後悔しないように、そうですね、常にこう高い目標を持って、うん、高い目標を持ってやってもらいたいですね。ここも会社経営とか仕組みの中で、はい、こう経営も最初まあみんな苦労するんですよね、うん、でもう諦めずに頑張ってるとある時パンとこうチャンスをつかんで売り上げがガッと上がって、うん、はい、いきなりちょっとキャッシュを持ったりする時あるんですよ、はいはい、その時どうするかなんですよね、やっぱり。そうですね、それを手に入れた時にそれをどう使うか、そうとこですね。そこでやっぱり満足して飲み歩いたり遊んだりして沈んでいく人っていうのがやっぱりいるし、そうですね、その時にそこに満足せずに生活を変えたり派手になったりせず、しっかりこう頑張ってもっと自分の目標だけをこう追い求めていってる経営者っていうのはやっぱり長く続くし、そこは通ずるところがあるのかもしれないですね。そうですね、今ヒカルさんから飲み歩いたりとか言った時に、ああ俺やってたなって選手の時、まあ、息抜きも大事ですけどね、もう本当に抜いてばっかりじゃしょうがないっていう、そうですね本当に年収ぐらいの車買ってましたからね、年収というか年俸ぐらいの、年俸、はい、まあ、来年稼げるしみたいなまあいっかみたいな感じで、ちょっと、なんかもう少しちゃんと使い方っていうのをもう少し若い時に勉強しておけばよかったなっていうのは今は思いますけど。そのピークを迎えて、はい、その後はどんな感じだったんですか？そうですね、2010年に一度というか、まあ、引退をしたんですけど、それはなんでですか？やっぱ契約満了で、もう契約って大体1年契約なんですけど、僕が行った最後のチームは大分トリニタというチームだったんですけど、当時、まあ、今でこそ J1 ですけど、2009年で経営難になっちゃって、
チームがですか？チームがです、スポンサーが離れちゃったとかそういうとかですね。もう本当にお金の経営も本当苦しくなった時期がありまして、で有望な選手全員移籍しちゃったんですよ。トリニータにそんなのがあったんですね。あったんですよ。その前年はナビスコカップっていうカップ戦で優勝してて、リーグ戦でも上位を占めてたんですけど、その2009年でまあその失速してしまって落ちちゃったんですけど、その時に経難な落ちてしまって、結局もう主力選手みんな出てっちゃって、そんな時に僕は大宮アルディジャを契約満了になって、で大分から声かかったんですよ。かなり逆境の逆境の中立て直せと、立て直せっていう命題、まあ期待はされてたとは思うんですけど、まあ当然でも大宮時代の年俸の半分近くまで落ちてたんですね。だけどまあここでやるしかないって思って、まあ入ったんですけど、まあ結局まあ自分の実力不足もあって4試合か5試合ぐらいしか出れなかったんですよ。もう40試合近くあるのに。で結果その年にもなんで呼んだって思いません？思いましたよ最初。いやそうですよね。でも呼んだんじゃないですか。僕もあのサッカー選手のお話聞いててふーんなんて聞いてますけど、呼ぶじゃないですか、はい、で1年でその契約満了とかになるじゃないですか、はいはい、おいって思いますよね。僕思いますよ、はい、僕も当時ちょっと今振り返っていけなかったなと思うのが、やっぱり監督の方針、監督がこうしてほしい、ああしてほしいって言うじゃないですか、その方針に従ってなかったんですよね。でももう1年、もう2年待ってよって思いません？呼んだじゃんみたいな。確かにそれは思いましたけど、しかも結構僕もう関東から九州まで行ったので、もともと九州出身だから嬉しかったんですけど、オファー来た時はですけど、もうちょっとやれたなとは思ったんですね。まあただ実力の世界なので、ここばっかりはしょうがないな。で経営自体もそうですね、僕が当時もう次の年、はい、30の年じゃないですか。じゃあ僕を雇ってるお金で僕よりも安い金額で若手を雇った方が将来的にはいいかもしれないじゃないですか。じゃあ呼ぶなよって思いますよね。本当に。いやまあ確かにね、厳しいんだな。まあでもそこでいろいろ、まあ僕もちょっとまだまだ未熟な部分があったんで、結局そこで2年連続で契約満了になって、そこで本当はですね、海外でもう1年というか海外でやりたかったんですけど、まあ当時の家庭の事情でちょっとそれが叶わず、引退するっていう決断になりまして、はい、で1回辞めたんですよサッカー、はい、でそこからは？そこからは2011年はもう関東に戻ってきて、そこで本当、ですね、サッカー関係ない仕事してて、研磨業って言って、金属、まあ、削るやつですね、はい、もうこうやって座って、もう本当にマスクしてゴーグルしてこう一日中ずっとやるようなお仕事を時給でやってて、それ以外の時間はコンビニで夜勤でアルバイトして、で週末は結婚式場でアルバイトして、っていう3部構成ですっごい今まで2時間労働だったのに、そうです、そうです、一気に十何時間働く。だから毎日の平均の睡眠時間2、3時間。それ最初慣れました？慣れなかったです。もうなんか頭おかしくなりそうでした。もう寝不足すぎて、座ってやるので、その工場の昼の仕事ってもう途中でこう眠くなってこうガッてこうなりますよね。なりました。指いっちゃったりする、何回も危ないことあったぐらい。でもこれちょっと家族のためにも頑張んなきゃと思って、まあ頑張ってみたものの、まあちょっとですね1年後にまあ仕事、その仕事を続けられない事情ができてしまったので、まあその間にですね、ちょっと先日命日を迎えた松田直樹さんっているじゃないですか。で僕当時松田さんのその情報を知った時って、それこそさっき言ったようにコンビニでアルバイトしてる時だったんですよ。新聞出してたんですよ。そしたら松田直樹さんが倒れたっていう記事が、あったんですね。でそれ見た時に俺何やってんだろうって思っちゃったんですよ朝方、まあ、なんで松田さんはサッカーやりたくてもできないのに、俺できるじゃんって思っちゃったんですよ。まあ、確かにまだ元気ですしね、はい、体も元気だし。そうです、当時30歳だったんですけど、いや全然できるのに、なんで僕こんなところって言ったら、その仕事を否定してるわけじゃないんですけど、なんで俺こういうところで仕事してんのかなって本当真剣に考える時期があって、でそれもあってもう一回サッカー選手やろうって思ったんですよ。でもともと海外でもやりたかったので、2年後、もうそこから1年半後ですかね、2013年にタイに渡って、そこからもう本当20チームぐらい受けまくって、いやー半年間
ーすげえ、タイの話めちゃくちゃ聞きたいんですよ。タイの話、まあ、ちょっとそれは後半ということで、はい、1回前半聞かせていただいて、はい、ここから海外挑戦が始まるわけですよね。そうですね。で、もともと行きたかったなっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっと家庭の事情もあって行けなかったっていうふうにも今話はしたんですけど、うんうん、結局行けることに、まあ、行けることにというか、うん、行こうって決めたと、はい、決めてからだいたい準備するのに1年ちょっとかかりまして、体戻したりお金の準備したりっていうので、で2013年の1月からテストで、あ、もう本当に向こう渡って、いやー楽しみだな。後半でぜひ語っていただきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。この動画ではビジネスに役立つ情報、企業に役立つ情報などをできる限り分かりやすくコンパクトに発信していきます。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントなどいただけると大変励みになります。ツイッター、インスタグラムもやっております。ぜひ概要欄からフォローお待ちしております。今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。また後半でお会いしましょう。